2010パパジョンズ .com ボールは2010年1月2日にアラバマ州のバーミングハムにあるレギオンフィールドで行われたカレッジフットボールのレギュラーシーズン後に行われるボールゲームである。ビッグイーストカンファレンス所属のコネチカットハスキーズとサウスイースタンカンファレンス所属のサウスカロライナゲームコックスが戦った。この試合は両チームにとって 全米一部リーグ2009年シーズンの最終戦であり20から7でコネチカットハスキーズの勝利に終わった。コネチカットハスキーズは近差での5つの敗北やノートルダム戦での2回のオーバータイムの末の勝利、コーナーバックのジャスパー・ハワードの死を含む7勝5敗で終わった嵐のようなレギュラーシーズンに続いてパパジョンソンズドットコムボールに選出された。ハスキーズと対戦した サウスカロライナゲームコックスもまた、ナンバー4ミシシッピ戦やナンバー15クレムゾン戦での勝利によって、レギュラーシーズンを7勝5敗で終えていた。試合前の報道では、ハスキーズの今シーズンを襲った悲劇だけでなく、ハスキーズのランディ・エッツ・オールとゲームコックスのスティーブ・スパリアーの2人のヘッドコーチについても注目されていた。 ハスキーズは第1クオーターでワイドレシーバーのカシフムーアによる片手での37ヤードのパスキャッチからのタッチダウンとゲームコックスの32ヤードラインでのホースダウンプレイ失敗後に33ヤードのフィールドゴールを決め2度の得点を挙げた。第4クオーターの初めにはハスキーズのランニングバックアンドレ・ディクソンが10ヤードのランによって得点を挙げた。 試合の数勢が決した後、ゲームコックスは、ブライアン・マドックスの2ヤードのランによって、唯一のタッチダウンによる得点を挙げた。126ヤードを獲得し、一つのタッチダウンを決めたディクソンはこの試合の最優秀選手に選ばれた。ハスキーズのワイドレシーバー、マルクス・イーズリーと、ゲームコックスのラインバッカー、エリック・ノーウッドは、2010年の NFL ドラフトにおいて、 両チームから指名された4人のプレイヤーのうちの2人であった。ありがとうございます。